はい、どうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローです。さあ、今回はですね、新しいカメラを購入いたしました。鉄砲の紹介じゃなくてすいませんね。ごめんね。もうちょっとしたらね、いろんな鉄砲紹介しますから。ね、ちょっとこの動画のためにね、高額なモデルガンを借りましたので、もうちょっとしたらそういうの紹介しますから、ちょっと待ってくださいね。はい、ですね。で、今回購入したのがこちらでございます。はい。こちら、パナソニックのビデオカメラ、WX990M というモデルです。というわけで、今回はこちらの開封でございます。さあ、今回ね、このパナソニックのビデオカメラなわけなんですけども、俺ビデオカメラ手にすんの初めてですね。まあ、今までね、これもそうですけども、デジタルカメラで撮ってきたんですよ。最初はコンデジンで、今は、これはソニーのミラーレス一眼のね、NEX5T。で、ここに来て、ビデオカメラというわけでございますね。じゃあ、開封していきます。まあ、開封つっても中古だからさ、全くのド新品ってわけではないんですけどもね。はい、まず付属品はこちら、説明書。まあ、中古ということでちょっと汚れてますね。まあ、でも読めるんで全然いいでしょう。はい、こちら、USB-AC アダプター。充電ケーブル。ちなみに根元は USB です。なので、出先でね、モバイルバッテリーとかで充電することもできるわけですね。バッテリーパック。パナソニックのバッテリーは標準で大きいのがついてますね。容量は 3880mAh。 まあ、他社でいうところの大容量バッテリーが標準装備といったところでしょうかね。で、こちらがマウント集アダプター。これを本体に差し込んで外部マイクとかを接続できるようにします。で、こっからはですね、本来新品で買った時には付いてないものなんですけども、予備バッテリーとバッテリーチャージャー。まあ、これはね、中古ということなんで、前のオーナーがこれもセットで売ったっていうことでしょうかね。まあ、何にせよ予備バッテリーが付いてるのは非常にありがたいですね。そして本体の前にまだこれがあったか。これが大事だ。はい、こちら。これはレンズフードですね。このモデルはレンズフードが付属しています。はい、そしてこちらが本体でございます。いやー、すごいね、これ。軽ー。めちゃくちゃ軽いよ。ちょっとじゃあ近くでご覧いただきましょうか。はい、近くで見るとこんな感じになっております。こちらですね、ここをご覧いただければわかるように、4K ということで、今流行りの 4K 画質で撮影することができるカメラです。なんですけども、こんな感じでね、手のひらサイズっていう。まあ、4K なんですけども、非常にコンパクトで、なおかつ軽いっていうね、まあ、非常に軽量ということで、この商品の売りの一つですね。で、まあ当然軽いということで、表面はね、プラスチックなんですけども、ちょっと高級感を出すためなんでしょうかね。艶消しブラックみたいな感じになってて。プラスチックなんですけども、まあなんかちょっと高級感があるみたいな。そんな感じになってますね。で、このグリップ側はこんな感じになっております。まあ結構ホールド感はいいですね。まあ結構ホールド感はいいと思います。でですよ、このパナソニックのビデオカメラのね、大きなセールスポイントであるんですけども、ここですよ、ここ。これ。これなんだと思います?これね、サブカメラなんですよ。どういうことかっていうと、このメインカメラで撮影しつつ、このサブカメラでも撮影ができるんですね。だから、このメインカメラでは前を映しといて、サブカメラではこの撮影者側を向けとくとかね。まあそういうワイプ撮りって言うんですけども、それができるんですよ。まあこんなね、ワイプ撮りなんていらねえよって思う方いるかもしれませんけども、まあ我々ね、こう YouTube に動画を投稿する人間からしたら、まあ、あった方がっていうか、あって損はないかなっていう感じですね。で、さらにですね、これ、ワイプ撮りの機能はですね、別にこのカメラを使う必要はないんですよ。なんかね、スマートフォンと連動して、スマホのカメラで撮っているのを、このワイプ撮りとしてね、こう挿入することができるみたいなんで、まあなんか非常に面白そうですよね。こうまさに YouTuber 向けみたいな、そんな感じでしょうかね。じゃあ、バッテリーと、このレンズフード、これつけてみようか。そう、これだよ、これ。このね、レンズフードがあるから俺買ったんですよ。この見た目がやっぱかっこいいじゃん。このね、ちょっとごつい見た目がね、やっぱかっこいいなと思ってね、これにしたんですよ。はい、レンズフードつけるとね、こんな感じになります。なんか一気にプロっぽくない?なんか本格的なカメラに見えるよね。で、今これバッテリーとレンズフードつけてんですけども、これでもまだ軽い。この軽さはやっぱすごいね。じゃあ、電源入れてみようか。あ、ダメだ。こっちバッテリー切れてるわ。もう一個の予備でついてきた方はどうだろうな。あ、動いた。はい、設定が終わってこんな感じで撮れるようになりました。おー、さすがビデオカメラ。ブレが結構抑えられるね。まあ、やっぱソニーのにはかなわねえけど。でも十分。どうせ俺ね、こうやって三脚につけちゃうから。で、まあやっぱ私はどうやって使うのかっていうとね、基本的にはこうやって液晶ひっくり返した状態ですね。まあこの状態でこう三脚につけて、こうやって使うのがメインでしょうね。じゃあ、このカメラ、これをね、この場所、全く同じ場所で、カメラだけ、ビデオカメラに置き換えてみたいと思います。せーの!はい、変わりました。どうですか?画質変わったかな?
なんか今ねこれ全く何も調整してない状態、ほんと箱出しの状態で撮ってるんですけども、液晶を見た限りだとなんか結構明るく映るねこれ、なんか結構いい感じに映ってる気がするね。まだパソコンに取り込んでさ、実際にこうモニターで見てないからわかんないけど、今この液晶モニターで見てる感じだとそんな悪くないね。でただ今これさっきさ NEX で撮ってた時とそんな変わんないでしょ、この画角ね、この絵の広さそんな変わってないと思うんですけども、これね NEX の時はちょっとズームしてたんですよ。それでこんぐらいの映りだったんですね。で今のこっちのこのパナソニックのやつは全くズームしてない状態、一番広角の状態で撮ってるんですよ。それでこの画角なんで、まあ、この NEX に比べたらちょっと画角は狭くなりますね。まあこの NEX がさ APS-C のサイズで 16mm っていう、まあ結構広い画角で撮れるからこれが広すぎなんだと思うんだけど、まあちょっとこっちで撮るとまあ、こんな感じになりますっていう感じですね。 APS-C でいうところの多分 22-23mm ぐらいかな。で今これフル HD で撮ってるんですよ。だから 1920×1080 ですね。それで撮ってるんですけども、なんかね 4K で撮るともうちょっと広角になるみたいです。だからもしね広角で撮りたいなっていう場合はワイコンつけるか 4K で撮るかの、まあどっちかでしょうね。いやでもよかったよかったわ。これでさね、買ったはいいけども、こう、なんか、すごいこう、寄りすぎてて、俺の顔がでーんみたいな状態がデフォルトになっちゃったらどうしようと思いましたけども。まあ、なんとか、ちょうどいいぐらいで収まってよかったですね。で、あとは問題は音の入りですね。このソニーの NEX は結構ね、音の入りがいいんですよ。音質がいいんですね。だからまあ、割といい音質で撮れてたと思うんですけども、問題はね、このパナソニックのカメラがどうなっているのか。ね、まだ俺聞いてないからさ、今ね、これ撮ってるだけの状態で、どうなってるか分かってないから全然。それがどうなってるかわかんないですけども、まあね、その音声がどう取れてるのかっていう感じですね。もし音声がね、ちょっと小さいだとか、あんまり音質がよろしくないだったら、なんか外部マイクも考えなきゃいけないかな、なんていう。まあそんな感じですかね。どうしよう。もうめんどくさいから今日ずっとこれで撮っちゃおうか。ね。もうこの後もう戻すのめんどくさいからこれで撮っちゃおう。ね。テストがてらこれで撮りましょう。はい、それでですね、こっからは毎度恒例私の雑談です。もう多分有益な情報はないんじゃないかな。わかんない。お前の話なんか聞く価値ねえよと思ってる方はどうぞブラザーバック。はい、ですね、はい、なんで今回ね、この NEX 使っててまだ全然現役なのに、俺の中では現役なのにこれ買ったのか。ね、いらねえじゃんって思うかもしれないんですけどもね。まあその話をしたいと思います。まあ、まずですね、この NEX を買うとき、この時すでにね、ちょっとビデオカメラにしようか、この一眼にしようかね、めっちゃ迷ったんですよ。で、最終的にこのね、やっぱいい画質で撮りたかったんですね。いい画質で撮りたいし、あとこのボケですか、一眼特有のボケをね、ちょっとやってみたかったんで、まあ NEX にしたわけなんですけども。それでね、特にこいつ全然壊れてないので、全然使えるんですけども、なんで買ったのかっていうとね、やっぱこのね、ミラーレス一眼で撮ってるとね、ちょっと、使いづらいなーっていうところがね、まあ分かってたんですよ。分かってて買ったんですけども、ちょっとなんか、使いづらいなー、使いづらいなーってちょっと思い始めてたんで、まあ、じゃあ思い切って買うかということで、買ったわけなんですけども、それが、この NEX ユーザーの方からしたら常識なんですけども、まあまず、動画が長時間撮れない。まあこれはNEX に限った話ではないんですけども、デジタルカメラはそうなんですよ。ビデオカメラじゃなくてデジタルカメラの場合は28分だか29分ぐらいまでしか撮れないんですね。これはもう大体そういう仕様なんですよ。例外がGH5 とか、まあその辺なんですけども、まあそれ以外の大体のカメラは29分ぐらいまでしか撮れないんですね。だから長時間連続して撮れないっていうのがね、ちょっとなんか不便だなと思い始めたんですよ。特にほら、この前みたいにさ、モデルガンの組み立てだとか、ああいう長時間回してる必要がある場合、ああいう時にやっぱ途中でいちいちね、ポチ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 ね、切んないといけないのがね、めんどくさいんですね。だからこう一発ポチって押したら長時間撮ってくれるビデオカメラいいなーって思ってたんですよ。まあでもそれはね、正直大した問題じゃない。ね、ボタンをね、その都度押しゃいいわけだから。それは大した問題じゃないんですけども、一番はね、こいつのオーバーヒート。まあ、これも分かってて買ってます。ね。もう散々言われてましたから、オーバーヒートで途中で撮影が止まってしまうっていう問題があるのは知ってて買ったんですよ。ほんとこれひどい時はね、15分とか、そんぐらいで落ちます。特にこの時期はね、冬場はまあ大丈夫ですけども、30分ギリギリ撮れますけども、やっぱ夏場はね、15分とか20分で落ちるんです。っていうのと、あと、動画をね、まとめて撮れないんですね。これのせいで。オーバーヒートのせいで。例えばなんか、そうだね、じゃあ今日はこの iPhone 開封しまーすとかやって撮りました。で、その後にもう一個、なんか、はい、じゃあ今日はこのピースメーカーの開封しますって別の動画を撮ろうとした時に、もうこいつがね、あっちっちになってて連続稼働してくんないんですよ。それがね、すごい不便だったんですね。連続して撮りたくても撮れない。
1日1本しか取れねえじゃねえかっていうね、そんな感じで、ね、ちょっと不便だなって思ってたわけなんですね。なので、今回ねこのデジタルカメラじゃなくてビデオカメラを買おうかなと思ったわけでありますとか、あとさ、ほらあの発火動画とかね、撃ってみたの動画を撮るときにさ、こうカメラ2台あれば何かと便利じゃないですか。2方向撮れますから、まあ、だからあって損はないかなみたいな感じで買ってみました。さあ、というわけで今回はですね、こちらね、普段だったらはいこちらってやるんですけど、今これ撮ってるからさね、これパナソニックのビデオカメラWX990M の紹介でございました。まあ、ほんとねこのカメラは結構いいなって思いますよ。まあ、中古では結構値段が落ちてきてて、でもって 4K 対応、大容量バッテリー、軽いね、まあこんだけいいところがありますから、何より見た目かっこいいしね、このレンズフードがついて、まあですので、もし 4K カメラで軽いのが欲しいななんて考えてる方は、まあ型落ちですけどもね、中古でもいいよという方はこの 990M 検討してみてはいかがでしょうか。悪くないと思います。それではじゃあな。わあ楽しみ、編集するの楽しみだな、どうなってんだろうね。